はい、どうも、僕です。さあ、ということで、今回もドラクエ10やっていこうか。ということで、前回は、一応ね、セレドの街のストーリーはクリアしたから、今回まででとりあえず、蝶を2個ゲットできて、今回は蝶3個目をゲットするために、アラハギーロ地方のアラハギーロ王国を目指そうってことで、まあ、今からそこを目指していくんだけど、とりあえず今からは、リアナ、こう、工業地帯あ、合ってるかわかんないけど、ここにね、行くことによって、アラハギーロ王国があるらしいから、とりあえずそこまで向かっていこうかな。ここむずすぎ。エンカウントせずにここ行けるかな？行けないです。やな工業地帯、合ってるかわかんないけど、ここ到着ってことで、で、こっから、あ、出た。アラハギーロ地方ってやつがあるから、あそこまでとりあえず行けば、アラハギーロ王国に着くって感じか。なんであんな行きづらい場所に道具屋いんの？なんであんな、絶対こうやってさ、ね、取引所、預かり所、あと宿屋、ここにあるんだから、絶対ここにいた方がいいのに。やっと着いた、アラハギーロ地方。で、あんまでもそんな遠くないね。うん、この地方着いちゃったらもうオッケー。雲の巨人、お前。この間よくもやってくれたな。色違い。ああ、すいませんでした。綺麗な水。水めちゃめちゃ透き通ってないね。見て。宇宙と宇宙、空、空と反射して、え？なんかない？なんかある。待って。なんかある。え、何あれ？あの黒い謎のやつ。ちょっと待って。あの空がめちゃめちゃ綺麗だからさ、反射してめっちゃ綺麗だねって話しようと思ったら、何あれ？え？なんか、ネルゲルのねじろみたいな感じになってんだけど、あそこって、アラハギーロではないのか？グラン、え？なんだ？わかんないな。あの、なんだっけ？グランゼドーラ？グランゼローラにあんのか、もしくはアラハギーロ王国にあんのかわかんないけど、なんか、絶対良くない。さあ、着いたね、アラハギーロ王国。なんかあれだね。なんか砂漠だもんね。よく見たら。この周辺砂漠だし、なんか、砂漠のある国みたいな感じの建造物だったけど、さあ、アラハギーロ王国、そして BGM ももちろん砂漠のような BGM。絶対さ、あの、ランプの魔人こっちで出てきた方が良かったんじゃね？ねえ、明らかにこっちの方が向いてるって。ここは偉大なる王、ベルムド様が治める砂漠の宝石、アラハギーロ王国だよ。砂漠を越えるのは大変だったろ？ゆっくり休んだ後でいいから、お城の玉座の前に向かうといいよ。よそから来た人でもベルムド様は温かく迎えてくれるはずさ。なるほど。まあ、ここでもまた何かしら起こってんじゃないかなとは、ま、踏んでいるというか、ま、絶対そうなんだろうけど、砂漠の宝石、アラハギーロ王国へようこそ。ま、でも別に、何？過去を失ってる？過去を失っているのですか？あー、なるほど。なんか昔、訳ありな人たちが、ここにみんな住んで暮らしてるみたいな感じなのかな？とりあえず、ま、玉座の前向かおうと言われてるんだけど、すごいダンスしてる。なんで？私、踊り子のアズハルよ。ベルムド王から直々に踊り子になれて祝いでこうして踊ってるの。実際踊ってみたら結構踊れてるし、王様ってば、私の才能を見抜いていたのね。記憶を失う前の私も踊り子だったのかも。あ、記憶失うってことはやっぱそうなのか。みんな記憶喪失。でも全員が全員ってわけではないだろうけど、さすがに。おっと全員が全員でした。ベルムド王がおっしゃるには、その原因はある戦争。なるほどな。ベルムド王だけは覚えてるの、じゃあ。でもな、過去がない俺たちがこうして不自由なく暮らしているのはベルムド王のお導きがあったからこそ。とりあえずただ、この国があるってことはさ、この国の元住人ってことなのかな？あなたピラミッドのどこかにある、ん？黄金の秘宝が隠されているという伝説信じる？いや、ちょっとそういうオカルト話は信じないっすよ。やっぱりピラミッドはすいませんでした。すいませんでした。ただなんかさ、これ覚えてるよ。なんかさ、ドラゴンクエスト10ってピラミッドっていう、なんかコンテンツコンテンツがあるんだよね、確か。本当に？弥生以外にそんな人がいるなんて、弥生っていうのは私の友達で、ちょっと変わり者で怖がりで自分のことを秘宝の探求者とか言っている困った子なんだけど、でも、ほっとけないのよね。ピラミッド、ディフェル荒野の、砂漠にある。はいはい。ま、ただこれは今やる必要性はなさそうかな。だからま、とりあえず玉座のまま向かおうか。旅人がよく間違えるようだが、ここは城ではなく、あ、すいません。間違えました。今いきなり間違えました。モンスター格闘場。ベルモド王との越境を望むのであれば、ここが南にある階段を登っていき、3階にある玉座の間。どこだ？え、ここじゃないの？ここじゃないんだったらどこ？あったこっちでした。すいませんでした。完全によくある、ここに来る人の旅人がよく間違うやつ、僕やっちゃったわ
よくあるある探検隊レギュラーになっちゃった。ここは我がアラハギ色王国の貴重な宝物が、宝物が所蔵されているので中に入ることはできん。それにしても宝物の番人という役目はまさに俺にとっての天職だ。ベルムド王には非常に良い持ち場を与えていただいたような。おー、なるほど。やっぱりでもベルムド王が生前ではないな、記憶を失う前のみんなのことも知ってんだろうね。で、まあ、でもどうなんだろうな。ベルムド王が悪者パターンもまあなくはないし、ベルムド王に越境するものか、ただいま王はグランゼドーラ王国のバスラー隊長とお話し中。これはもう完全に来ちゃってるよねっていう話。頼もう。あ、王様いるね。そしてあれが隊長か。隊長って聞くとまあろくでもないやつが多いイメージだけど。ではバスラー殿、グランゼドーラ王国のアンルシア姫に何卒よろしくお伝えください。は、承知いたしました。私めはこれにて失礼いたします。うん、なんか癖強いやついなかった今、よく見たら。なんかすっごい癖強い。あのバスラー隊長とも会うのかなこの後。親旅人か。こんにちは、天地雷鳴士です。私は国王ベルムドだ。旅人よ、よくぞ砂漠を越えてこのアラハギ色王国まで参られた。ところで一つつかぬことを聞くが、ここへ来るまで国民の様子に不自然なところ、まあ、確かにいきなりダンスをしだすちょっと頭のおかしい人とかいたと思うんですけど、あ、まあ記憶を失っていることについてかな。実はこの国の民たちは少し前に起こったある戦争をきっかけに自分の名前も記憶も全ての過去を失ってしまってんな。そのため、国は混乱を極め、民は希望を失った。途方に暮れた私はすがる思いでただ神に祈りを捧げたのだ。そして私は神から提示を受けた。絶望している民に名前と使命を与え、正しき未来に導くようにと。かくしてこの国は復興の途上にある。もし我が国民に何か不手際があったらどうか多めに見てやってほしい。まあいいっすけど、なんだろうな、どこと戦争したんだろう。戦争ってことはね、どっかしらと対峙したわけだから。王様、お話申し訳ありません。もう間もなく試合が始まるお時間です。そろそろご準備を。おお、もうそんな時間か。そなたも一度観戦していかれたらどうだ。我が国の名物を。これあれかな、モンスター格闘場みたいなの言ってたからそれなのかな。城の北にあるモンスター格闘場でした。足を運んでみてくれたまえ、面白いものをお見せしよう。でもモンスター格闘場って言うくらいだから絶対戦うじゃんモンスター格闘場で面白いものを見せてやろうって、あんま良くないと思うけど、まあ、確かにボクシング的な感覚なのかもしんないけど。モンスター格闘場は今まさにバトルショーの真っ最中である。観客席は中に入って右手室の酒場にある階段か行けますと。了解です。まあでも話聞く感じあれでしょ、モンスター戦わせる、もしくはモンスターと戦って見せ物にしてるってことでしょ。お客様から見て右手、あー了解です。右手、あー右手に進んだとこに階段あるめちゃめちゃに階段ある。そしてなんか、ん？右側にもなんかない？アラハギ色地方から入れるなんか、アラハギ色地方から入れる謎の階段が、あ、何？お、やってんのか？やってんのかい？やってんのかい？やってないのかい？ん、どっちなんだい？こんにちは。おーおー、みんなやってね。荒くれも荒くれてるね。荒くれすぎ。あら、あんた、見慣れない顔だわね。今来たの？あ、遅かったな。この国の名物、おい、終わっちゃったんかい。ねえ、王様呼ぶの遅いて、ユーシスどんだけ遅くしてたんゆっくりしすぎだって、さっきだって始まったところって言われてたのに。この国名物、モンスターバトルならたった今終わったところだ。いや、本当のお楽しみはこれからさ、ミラヨショーが始まるぜ。ほう。モンスターバトルの後にさらにもう一発あんの？ああ、暴れ狛犬さん。大丈夫ですか？暴れ狛犬さん。誰と誰が戦ったんだこれ。ベルムード。狛犬さん、逃げて。弱者には制裁よ。そんな興奮する今そんな興奮するとこじゃないと思うんだけど。こんなこともうやめて。正々堂々戦ったじゃない。どうしてこんなひどい仕打ちをするの？
弱い魔物などこうやって観客を楽しませることくらいしか役に立たぬ。そんな命を使い捨てにするなんてあんまりだわ。それに試合で傷ついた無抵抗の魔物に剣を向けるなんて王様のすることじゃない。あなたなんかただの卑怯者よ、この卑怯者。知ったこっちゃないよ。あ、本当に知ったこっちゃなかった。え、あ、知ったことありました。情けかけちゃった？ふっ、卑怯者か。いいだろう、ショーは中止だ。その魔物は檻に放り込んでおけ。いいんだ。まあ、それはそれでちょっと、それはそれでちょっと意志弱くないと思っちゃうけどね。もうちょっとなんか、いや、そんなこと関係ねえ。でもそんなの関係ねえでやってほしかったけど。やつめ、また私の邪魔をするのか。いつも邪魔してんだじゃ、やっぱり。いや、これは王様、悪いやつパターンあるね。これは、お、やばい！さっきのは何の真似だ、小娘。まったく余計なことしやがって。そうだぞ、てめえのせいで師匠が台無しだ。よくも俺たちの楽しみを奪ってくれたの、あん？あの王様に盾つくなんて、あんた何様のつもりなのよ。私はただ、かわいそうで見ていられなかったから。うん？魔物がかわいそうだった？人間を襲う、おぞましい魔物を懲らしめて、何がかわいそうだってんだよ。あ。ああ、来た！すいません、助けてください！天地雷鳴士の力見せてやろうか。うわ、なんだあんた。よそまんだら、よそまんが首突っ込むんじゃねえよ。引っ込んでる。いや別に僕まだ何も言ってないって。僕まだ、ただ単に知らない女の人に絡まれただけなんですって。おお、やる。やるね。やる気満々だね。ちょっと、やめておいた方がいいんじゃない？あんたが勝てる相手じゃなさそうだし。そうだぞ。こっちは天地雷鳴士だぞ。こちとら、こちとら天地雷鳴士ですけど。二度とあんな真似するなよ、小娘。めちゃめちゃ情けない音鳴らしてたけど。ありがとう。あなたのおかげで助かったわ。旅人さんよね。へえ、ユーシスさんって言うんだ。私はセラフィー。セラフィーって名前も本名かどうかわからないんだけどね。みんな自分のこと忘れちゃってる。あー、やっぱそうなんだ。セラフィーもよそ者ってわけではないんか。ユシさんはどうしてこの砂漠の国へやってきたの？え、蝶を探してる？こんな砂漠の真ん中に蝶なんているのかな。まあ実際蝶、生きた蝶を一匹もゲットしていないんだけど、実際問題。あれ、ちょっと待って、蝶？超、なんだか超気になるわ。気になるんだけど思い出せないや。でもこんなに引っかかるってことは、私のなくしたはい過去を見つけちゃいましょう。みんなの失った記憶を取り戻すパート絶対あるじゃん。私のなくした過去に超が何か関係してるのかも。そうだ、旅人のユーシスさんにお願いしたいことがあるの。この町を出て西にあるムルードの岩山ってところに見てもらいたいものがあるんだ。そこまで来てほしいんだけど、お願いできる？ムルードの岩山、ちょっと要件がな。そこなんかさ、見てもらいたいものがあるみたいな、来てほしいんだけどって、そうじゃないのよ。何々が、そんなこと言わないでお願い。来てくれたらユーシスさんが、おっと、じゃあ行きます。やった、じゃあ私先に行って待ってるから、よろしくね、ユーシスさん。どうしよう、これで行ったらさ、引っかかったなーってやって、後ろから大量の魔物が押し寄せてきて、僕ボコボコにされちゃったら怖すぎ。じゃあとりあえず行けばいいのかな、ムルードの岩山へ行こうってことで。まあとりあえずそうだね、そこ行って、そこ行ってでも何あるんだ、すぐそこにある階段。あー、なるほどね。本当は上で見たいけど血が苦手なんだ。血が苦手な、なんでここ来たんだ。にゃーひひひ、ベルムロを自ら敗者の魔物に制裁を加えるバトルショーは楽しかったじゃろ。サイコパスすぎるってみんな。にゃにゃ、途中で邪魔が入って制裁はお預けになったとな。あれが未練子は残念じゃったの。
そっちがメインイベントなんだ。だったらもう自分で倒せ。まあ、あとはあの魔物たちがどういうなんか出世をしてるのかにもよるな。うん。あの魔物が人間を襲ってたところを捕らえられてとかだったら、まあまあまあ、うん、そう、もともとやられるはずだったところ生かされてるわけだから、まあ、しょうがないからみたいな感じもするけどね。赤ちゃんの魔物をひっ捕らえて、大人になるまで育て上げて、モンスターハンターライドオンみたいな感じでさ、卵を奪い取って、育てた後に、で、負けたら制裁加えるみたいな感じだったらマジでやばすぎ。さっき、セラフィーがムルードの岩山に行ってくるって出て行ったよ。ムルードの岩山は、はいはいはいとあんな場所に行ったんだろうね。セラフィーのこと悪く言う人もいるけど、なんか私あの子のこと放っておけなくてね。さあ、チートルーダでムルードの岩山到着したけど、あ、でも、別にダンジョンとかになってるわけではなく一本道か。まあ、この先でもなんかボス戦じゃん。ねえ、この空白の場所はボス戦なのよ。そう相場が決まっている。はい、警察でーす。手を挙げてください。あー、でもま、この感じいないのかな？うん。あ、ユシさん、来てくれたんだね。ありがとう。ここ、誰かのお墓みたいなんだけど、一人でお城の周りを探索しているときに見つけたんだ。お、実はね、その時、王様も一人でここへ来ていたの。絶対何かしら悪いやつかいいやつかわからないけど絶対裏がある。びっくりして物陰に隠れてたから私のことは気づいていなかったと思うけど、兵士さんも連れていないなんて少し変だよね。なるほど。だから意味がある場所なのかなってずっと気になっていたの。でも私文字が読めないから何もわからなくて。それでね、旅人のあなたならお墓の文字が読めるかもって思って来てもらったんだ。ねえ、ユシさん、このお墓に何て書いてあるかわかる？読めんのか？ユシスは、ごくありふれた文字、あ、ごくありふれた文字な。てかまず、ごくありふれた文字読めない？あ、でもまあ、記憶がないからか。爆走竜、ドランゴ、安らかに眠る。爆走竜、ドランゴ？よかった、やっぱり読めるんだね。へえ、ドランゴさんの墓なのか。って、爆走竜ドランゴ？まさか、ドランゴって魔物の名前なのかしら？ドランゴってなんかいたっけ？なんかいたと言われたらいたような、いないと言われたらいないような、そんな感じの名前。じゃあ次は、このお墓の文字読んでくれる？はい。第3回、モンスター格闘大会チャンピオン、ピエール！ピエール！お前、死んじまったのか？スライムナイトのピエールだよね、お前。嘘だろ、ピエール、お前、クソ、第3回モンスター格闘大会チャンピオンだったんか、ピエールって。モンスター格闘大会ってなんだろう、魔物同士が戦う大会、そのチャンピオン、まあ今やってるあれじゃないの。そんまんまあれじゃないの。ついさっきやってたけど、え、そこも記憶忘れちゃった？ユシさん、こっちのお墓もお願い。はい。あ、確かそっか。王様文字が読めるわけか。記憶があるから。魔物使い。グスコフの相棒。シーザー。ここに眠る。魔物使い。モンスター格闘大会で魔物を使って戦う人のことかな。あー、なるほど。はいはいはい。あ、でも、え、モンスター格闘大会って、魔物使いがいいのか、じゃあ。もしかして、ここにあるのは、みんな、魔物使いが自分の魔物のために作ったお墓じゃない？しかも、魔物のことを、相棒って呼んでるってことは、魔物使いって人と魔物が対等な関係だったってこと？まあ、確かに、今の、ドラクエ10における魔物使い、てかまあ、ドラクエにおける魔物使いは、まあ、確かにそうだよね。じゃあ、あれって？ユシさん、この奥にある大きな石碑を見てもらいたいの。来て。これはなんかあるんじゃないの？王様のなんか、王様も魔物使いでなんか、相棒がいるみたいな感じの可能性もあるし。まあ、ただここにあるお墓は多分、みんなが記憶を失う前に建てられたものっていうのは間違いなさそうだけど。ユシさん、見て。